クオバディス、クオバディス、ネロの時代の物語は、ポーランドの作家ヘンリク・シェンケビチによる歴史小説。一般には単にクオバディスとして知られる。1895年にポーランドの3つの新聞に連載され、1896年に出版された。1912年にサイレント映画化、1951年にハリウッドで制作された映画、 オバディスが有名本作は、西暦一世紀、暴君と言われる、ネロの治世下のローマ帝国を舞台として、若いキリスト教徒の娘リギアと、ローマの軍人マルクス・ウィニキウスの間の恋愛を、生き生きと描写しているほか、当時のローマ帝国の上流階級に見られた堕落し、凶楽に吹けった生活や社会、キリスト教徒への残虐な迫害の様子も描かれている。 作者であるシェンケビチはこの作品を執筆するのに、先だってローマ帝国の歴史を綿密に研究した。本作に歴史上の人物が登場して、キリスト教以前の社会情勢を詳細に伝えるのは、その現れである。日本語を含む50以上の言語に翻訳されている。この小説は、シェンケビチのノーベル文学賞受賞に貢献したとされる。 ダーシー・クレクシャ・ヤンスカ本校で扱う小説を題材としたヘンリック・シェミラ付きの絵画である。クオバディストはラテン語で、どこに行くのかを意味し、新約聖書、ヨハネによる福音書13章36節からの引用でもある。この言葉は、ペトロの運命を決めたばかりでなく、その後のキリスト教の苦難と栄光の歴史を象徴するものとして、 作中のクライマックスで用いられている。ローマに赴くキリストと開講するペトロローマ帝国におけるキリスト教徒への迫害は日を追うごとに激しくなり、虐殺を恐れた者たちが国外へ脱出することも当たり前になっていた。ペトロは最後までローマに留まるつもりであったが、周囲の人々の強い要請により、しぶしぶながらローマを離れることに同意した。夜中に出発して、 アッピア街道を歩いていたペトロは夜明けの光の中にこちらに来るイエス・キリストの姿を見る。ペトロは驚き、ひざまずき、尋ねた。キリストはいうペトロはしばらく気を失っていたが、起き上がると迷うことなく元来た道を引き返した。そしてローマで捕らえられ十字架にかけられて殉教したのである。ペトロは死んだが、それはキリスト教の発展の契機となり、彼は カトリック教会において初代のローマ法をとされている。1895年は劇作家、俳優のウィルソン・バレットが演劇、十字架の印を演出して成功を博した年でもある。バレットはクオ・バディスの存在を知らなかったとしているが、この演劇のいくつかの要素がクオ・バディスによく似ている。ほぼ同時代の小説家であるチャールズ・ディケンズが、 小説が改作され舞台化されても著作権利用料が支払われないことに不平を書き残していることから小説を舞台向けに非公式に改作することは当時一般的に行われていたと考えられる。このことから十字架の印が本作の非公式の改作であったと推測することはできる。クオバディスを原作として制作された映画がいくつかある。 英語で撮影されたもので最もよく知られているのは1951年にハリウッドで制作されたクオバディスである。ローマの大化を眺めながら音楽を奏でるネイロシェンケビチはいくつかの歴史上の事件を引用して本作の中でまとめている。それらのいくつかは正確さの点で疑問の残るものもある。以上の内ポーランド語検点からの直接訳であるのは最後の三社で 松本明と木村武志役は英役からの重役。河野役は直接分けであることを匂わせているが、多分に疑わしいとされる。ありがとうございます。